はい、どうも、ベアンです。そしてはい、どうも、東海町です。はい、そしてどうも、ジュンです。はい、今回この3人でね、あのイベント初日のなんか感想とかいろいろなことを話していきたいと思いますけども、どうですか、ジュンさん。はい、イベント初日。そうですね、なんとか始まってほっとしながら眺めています。もうね、イベント前日は全く寝れなかったということで寝る時間がなかった。寝る時間くらいなった。準備にね、手間取りまして、はい、ね、はい、ジュンさんが頑張ってくれただけあってね、古墳とか、古墳すごい出来が良くて、古墳すごいよね。これもう僕が頑張ったっていうか、もうこれはもうラキューのあのトップビルダーの方が、トップビルダーが、はい、本当すごいよね。そうです、そうです。見れば見るほどちょっとすごいなっていうのを感じるんですけど、そうです、そうです。あとはもうやっぱりそのメーカーの吉立さんもすごい今回もう本当に協力していただいたので、はい、あの前回西宮でね、はいはいはい、あのプラレールとラキュートでコラボでやったのが阪急西宮ガーデン。そうです、そうです。あの西宮でやった時も思ったけど、はい、プラレールと相性がいい感じがするもんね。そうなんですね。そうですね、そうですね、うん、なんかこのいい感じのこう色合いとかね、はいはいはい、あのはっきりした色合いがあるしね。あの、まあ、これ言ってもいいのか分かんないですけど、これパッと見遠くから見たらラキュートは分かんないですよね、本当。あ、パッと見本当ね、ななそのラキューでこれが表現されてるかって確かにね分かんないんですけど、それがちょっとすごいなっていう、うん、逆に、ね、あ、何回か追いついちゃいました。ねえ、ラキューすごいよね。ラキューすごい、うん、もう欲しいんですけどね、ちょっとラキューに手を出してしまうとハマりそうで怖いっていうのかね。そう。で、あっちの、ね、あの、アベノのこっち側にある町とかもあれ、ガーデンズのやつですもんね。うん。うん、そうですね。はい。で、ラキューと。のものが残ってたので、お借りしまして。で、ラキューとプラレールが見事に融合した感じなんですけどね。もう、イベント初日、結構たくさんの人が来ておりますけども。そうですね。これからもっとどんどん増えてきてくると思います。ね、やっぱり地元の路線作るって、やっぱりお客さん的にはすごい、そうそう、あ、何々だとかって言って、そうですね。ね、はい、いい感じですよね。そうですね。私ここに住んでるとかね。はい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 。ちょっと今回あの全部の駅は作れなかったんで、ちょっと僕の駅がないみたいな話もまああったんですけど、ね、はいはい。ありましたね、ありましたね。それはもう申し訳ないです。申し訳ないです、本当。で、車両も、あの昨日の動画でね、話してたように、オリジナルの車両が、ただ走ってますけども、出てきてますよ、はい、で今回東海町持ち込みの車両も走ってますよね。今、ああ、今走ってるの走ってるかな、奥の方に、ね、近鉄特急、あ、近鉄急行、近鉄急行、うん、あれは、東海町持ち込みの持ち込みオリジナルのプラレールですよね。僕が作ったんじゃないんですけど、はい、で今あの向かい合う、今すれ違ったやつは、ユッキーさん。そうですね、はい、ユッキーさんが作ってきてくれて、ね、はい、もうクオリティ高すぎてちょっとびっくりしたんですけどね。そうですよ、さすがだなと思いますよね。追いつく、追いつく、追いつく、追いつく。で、今直したのが高宮さんです。で、新人電車が昨日ね話してましたけども、あとオリジナルでいくと緩和線、あーおー、あ、押し出した、いい、いいシステムです。いいですねあれ、山田博君が、山田博君の持ち込みの、はい、225阪和線の225、はい、そうなんです。山田博君の持ち込み車両クオリティ高いんですよね。ラピート見ましたか。このラピートの5両編成6両ね1ですか、やったあれもね、あの前後に動力ついてたりとか。そうですね、中間オリジナルなんですよね。そうなんです、ファンタなしの車両が ねプラレールは市販品にはないので。あれすごいな、かっこいい、色もツヤ消していい感じ。そうそうそう、で、あの何回のあれもユッキーさんですね。あれもユッキーさんですよね、はい、あ、OKOK、 他は何かオリジナルあります。あの天王寺にね、221系とか、ああ、そうですね、関西線の201、201系とか、ね、ありましたね、ありましたね。ちょっとそれちょっと画像ここに貼っ付けておきますので、ぜひぜひご覧ください。とまあね、なんか順調な滑り出しですよね。そうですね、意外と今年はね、このプラレールラキューのコラボと車両にも注目していただきたい。そうですね、そうですね。で、まあ昨日の動画でも話したけどね、あのまたさらに日曜日は、はい、もっともっとすごい車両が出てくるということでですね、ね、はい、ちょっとハードルありますけども、はい、あのあそこにね、ここあのなんていうの、駅ここ大鳥、はい、大鳥の車両基地に入っている
黒潮がビアンオリジナルですから、ね、あれもいいね。すごい、ありがとうございます。クオリティが高いと思う。ありがとうございます。何も出ないですけど、そこまで出られても、ね、今度お日さんでした、はい、ね、1号と2号があるから3号機あの公開中三重だけに、三重だけに3号機、ね、あ、いいね、うん、今ちょっと滑りましたけど、はい、ジュンジュンが突っ込んでくれないという、ね、突っ込んでくれない。イベントは順調な滑り出しですけど、はい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 、レアンさんはうまいこと言うな、うまいこと言うね。そうなんですよ、滑りっぱなしなんですよ、捨てる、みんな捨てる、はい、うん、はい、で、僕この住吉大社すごいよね。そうですか、あれね、神社の方は実はラキューの製品で売ってるのはそのままなんですよ、実は。黙っといてそれ、ダメ、ピー入れようか、ピー入れようか太鼓橋だけね、ちょっと、はいはい、すごいよな。でこれが大和川。そうですね。でこうやってね、あの本当ね、路線再現すると、うん、乗ってみたくなるんですよね、実際の路線を。うん、その後乗るとまた楽しい、ね。そうそうそう。あそこだとか。作ったやつだ。多分近鉄のあの何線？南大阪線はちょっと今乗りたくて仕方ないですよね。あと何回まだ乗ったことないんで、うん、何回もちょっと実際乗ってみたいなっていうのがあるんですけど、あと阪和線もまだまだなんで、本当に、ね、大阪の南側って全く乗ったことないんで、じゃあまだまだいっぱい乗るとこあるね。そうですね、そうですね、うん、で一周線も乗って一周すれば楽しいよ、はいはいはい、これで実際の路線に乗るとまた逆にこういう組み立ての時に楽になって、ああ事故った何回まあこんな感じでね、イベント2日目初日かな、うん、なんですけども、皆さんあの組み立てのスタッフさんとかも仲良くやっております、うん、でこんな感じで京阪神でイベントじゅんじゅんじゅんさんがね、うん、やられてるので、はい、もしYouTube とか見られて参加したいなとか思われた方がおられたら、そうですね、ね、ご連絡いただければね。そうですね、一番直近のイベント何がありますか。直近はちょっと今企画中なので、今ちょっとシークレットで、公開庁が今度は来週末に、うん、近鉄の白子駅の近くの白子サンズっていうところで、ちょっと待って、うん、来週末じゃ分かんない、いつですか。8月の31の土曜日と9月1日の日曜日、はい、うん、に近鉄白子駅近くの白子サンズっていうショッピングセンターでやります。白子サンズで公開庁のイベントをされると、うん、そうですね、ということですね、まあ、うん、この動画見られてね、その白子、鈴鹿ですか、鈴鹿の三重県の鈴鹿、三重県の鈴鹿、うん、でお前の方がおられましたらぜひ遊びに行っていただければなと思います、うん、で、はい、ベイアンを見たよって言ってくれれば話が弾むんで、ぜひ声かけていただければ。そうですね、うん、この声おじいちゃんっぽい声なので、うん、この人が公開長だっていうのも分かると思いますので。そうね、そうね、おじいちゃんっぽい声、まあ中身は二十歳って言い張ってますけどもちょっとね、頭のおかしいんじゃないかなと思っておりますけどそれはみんな一緒ね、うん、はい、であとは米安は とりあえず直近はないですかね。そうなんですか。来月の中旬ぐらいに1個あるぐらいなんで、またそこは動画で話そうかと思う。はい、これいつアップするんですか。これは明日の日曜日の晩です。なのでこれを見てくるっていうことはちょっと難しいかなと思います。ただその前の日の動画でそういうふうにいろんな告知はしますね、はい、イベントの告知はね、はい、明日まで僕もう一箇所やってるところがあるから。そうだよね、はい、同時進行だよね今。そうです。どこ。それ、いや梅田ですけど、うん、でもアップする時には終わっちゃう。あ、残念、申し訳ないです、はい、申し訳ないです。はい、まあ本当ね、チーム24という形で僕ベイアンとプラレールタイムプライムのジュンさんと、はい、三重の公開長とあと高宮さんでやっておりますので、いろいろ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、はい、今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、面白かったなとか思われた方がおられましたらいいんでよろしくお願いします。であとこの4人 YouTube やってますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今回こんな感じで終わります。はい、はい、じゃあね、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。Thank you.